皆さんこんにちは、あいちんです。今日はですね、私がいつも行っているネイルに来ているんですけれど、高校からの親友の子が働いているので、今日は友達とガールズトークみたいな話をちょっとやりたいなって思います。見てください。 OK。なんかネイルは結構いつもお任せをする時もあったりとか、これやってほしいっていう時もあるんですけど、今日はお任せで色だけピンクにしてもらってやってもらいます。あ、マスク外してるんですけど、いつもはつけてます。なんかちょっと動画を回すから外しました。そんな感じ。インスタでみんなに聞きたいこととかを募集したんですけど、結構いろいろ来たので、その話とかをしようかな。出会いは高校からめっちゃ一人で喋ってる出会いは高校からの友達で、クラスは一緒になったことないんですけど、帰り道がなんか近くて、で一緒に帰るようになったんだよね、うん。で、趣味が一緒すぎて、そう、趣味がめっちゃ一緒で、同じの形も一緒になった。ああ、確かにそれで仲良くなったですですとか言って。でもあの募集してさ、あ、これ聞きたいだろうなって思ったことさ、やっぱりみんなも聞いてた。最初女優になった時どう思いましたかって。え、打ち明けたよね。うん、多分覚えてないんだって。それ私はいつ言ったんだろう。でもそれ覚えてないかも、うん。結構いろんな子に言ってた、その時。あの地元の友達とかさ、うん、高校の友達とか、うん、一応言ってた。なんか突然さ、だって知ったらビビるじゃん、うん。だから仲いい子には結構みんなに言ってた。でみんな、え、やめなよとか言って最初言ってたけど、でも特になんかそれで友達を失ったことはないかもしれない。結構そういうのってさ、心配するじゃん、みんな、うんうん、なろうかなって思う人とかさ、うん、そういうのどうなんだろうみたいな、友達を失うのかみたいな、うん、ないよね。ないね。彼氏は離れたけどね。あ、そうだねそう、彼氏はね、半年ぐらいしたら離れていって、ね、まあそうだね。だから友達はさ、離れていくことはあんまりない気がするよ ね、うん、ね。やっぱそこは失敗しなくていいかなって思って、ね。でもさ、一回さ、酔っ払ってさ、もうなんか本当は嫌だったとか言ってさ、めっちゃ泣かれたの覚えてないんだってすごいさ、酔っ払ってさ、本当は嫌だったの、でも頑張ってる、なんかちょうどさ、なんか名前がさ出てきた頃かな、うん、なんか頑張ってるから応援してるみたいな。でもそっからは普通に応援してくれて、みんなそうかも。そうだよね、うん、みんなそうかも。そう、最初はやっぱね、あれで、そうだよねって感じはあったけどって感じだよね。そうだよね、うん、やっぱさ、一生懸命やってればさ、そう割とみんなね、認めてくれるよね、うん、です。で、親にバレてないのすごいよ。でもバレなくない？わかんない。でも妹のおかげじゃない？あ、まあそれある、めっちゃある。協力してる。やっぱり協力してる、ね。どうなんだろう、言った方がいいのかなとか何回か思ったけどさ、でも別に言わなくてもいいことは人生にもあるしなと思ってさ。ティッシュ配りって言ってたよね、ずっと。あ、最初ね。それは厳しいな、ずっと思ったけど。言ってた。なのにめっちゃブランド物とかさ。でも多分、キャバクラで働いてると思ってたと思う。うん、なんかそれは言った気がする、一回、うん。その V を始める前さ、キャバクラでちょっとだけさ、うん、あのなんかやってて、うん、その時は言った、確か。なんかもう帰れなかったりとかしさ、うん、短大にそのまま朝行ったりとかして、うん、帰んなかったりしてたから、うん。あとね、何が来てたっけ。あ、そう、やっぱ高校の時どんなんですかみたいな。でもさ、高校の時の話みたいなの来てた。でもさ、高校の時同じクラスになったことないからさ、うん、え、どんな印象？どんな印象？普通とか言って可愛いけど、もう一生一生一生そのままでもなんか腕の肉が柔らかくてずっと触ってウケる、なんかめっちゃ伸びるよね。ウケる、今もだよ。今もいくら筋トレしてもずっと柔らかいやっぱ。でも胸がなくなったから、うん、胸のなんか柔らかさと同じっていう説はもうない、うんうん。ここもさ、柔らかかったじゃん。あ、全てがね。そうだよね。今もじゃん、ここの肉よく引っ張ってた。今もう触んないからな。もう粗さはくっつかない。粗さはくっつかないでしょついてたら確かにやばい、ね、結構やばい。え、どんなだった？そうだよね。でも1位の時にさ、なんか手紙あげたらさ、誕生日か、うん、泣いてたの覚えてる。泣いてた。でもしかも教卓の前で泣いてた。へえ、すごい嬉しかったのかな、ね、すごい嬉しかったのかなって覚えてない、ちょっと覚えてない
え、かわいい。かわいいでしょ、この色。そう、かわいい。絶対好きだと思う。うん、好き、ね、ピンクのキラキラ、うん、マグネットネイルです。めっちゃかわいい。そう、今流行ってる。そうそうそう、流行ってる。あと何着てたっけ。あ、そう、酔っ払ってる時になんか直してほしいとことか、まあ普段もそうだけど直してほしいとことかありますかって言ってた。なんか酔っ払ってる時はクズすぎて、でも多分嫌だと思う、絶対嫌じゃないけど。でも楽しいけどね。え、でもさ、飲み方っていうかさ、うん、なんか酔い方変わったよね。え、変わった。え、マシになったじゃん。え、嘘でしょ。なっての嘘なんてないでしょ。え、なったよ、現役の時から。あ、そういうことか。現役は多分絶対ストレスが溜まったんだろうなっていう感じだったよね。やばかったよね。やばかった。もうだからもうね、一緒に飲むってなると覚悟を決めて。え、だよね、だよね。言ってた。絶対次の日休みとか。だよね。そう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 。マジで今日はやばいぞってなりながらみんな。え、そうだよね、うん、みんな思ってたと思う。みんな思ってたし、ね、みんな、ね、そうだよ、ね、うん、言ってた。言ってた。え、嘘が来るのかみたいな感じで。終わったみたいな。頑張ろうみたいな感じ。やばかったよね。めっちゃさ、飲ませるしさ、暴れるしさ。めちゃめちゃやかる。飲めよって言って、ね、やばかったよね。やばかった。でもさ、それマシになったよね。うん、今飲めないもん、そんなに。潰れちゃう。寝ちゃう、うん。前はさ、なんかもう、吐いても飲んでたよね。ね、そうだよ。吐いて復活するからさ、そう、にぎやかになったよね。こっちマジで終わったって。いや、本当にやばかったよ。やばかった。でもなんかゲイバーで飲んだ時、うん、アツマとかベイビーの店で飲んだ時の風船を割ろうとしてるやつが動画があるんだけど、それ永遠に見てられる。誕生日の時。そうそうそう。え、なんかもう元気出ない時それ見るとマジで元気で。ウケる。なんで。めっちゃ面白い。めっちゃ面白いよ。やだやだ、マジやだ、マジやだ、マジやだ、やめて、マジやだ。しかも割れねえんかい。割れないんかい。割れないんかい。飲み方はもうしなくなったよね、うん、最近、うん、ね、変わったことそれぐらいかも。なんか変わったことって書いてあった、うん、現役の時と辞めて今変わったことありますかみたいな、うんうん、それぐらいだね。それぐらい。あと高校の時は、あ、一緒に AKB の握手会とか行ってたよね、うん、ライブとかね。楽しかったでも。でもちょっとしかっとこういう時にさ、なんか電話鳴ってるって感じじゃない。なんか今ね、ここですごいな、お尻のとこですごい嫌だ。太ももがなんかブブーって超嫌だ。この前卒アルの中からなんか出てこなかった。え、なんだっけ。え、これとかも。え、卒アルの中から。え、あ、箱の中からね。そう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 、出てきた。開けられてもない、電池も入ってないようなやつ、うん、なんかさ、そのさ、卒アルとかが入ってるところさ、もういろいろなものがさ入ってるのよ、なんかもう使ってないようなやつ、うんうん、やばい、ね、ジャニーズのライブも一緒にさ、あ、行ったよね。ついてきてもらってさ、確かに写メあげただけでバカ炎上したの。え、なんだっけそれ。ジャニーズ WEST のバナナのペンライトを。あ、そうだ、そうそう、使ったらすごい。そうだ、それ炎上したよね。炎上した。あれ現役の時だっけ。そう、なんであれね、ひどいよね。ひどいよね。まあ仕方ないよね。でもまあしょうがないよね、うん、でもいいじゃんって感じだけど。懐かしい、ね、まあ、旅行もよく行ってたよ。行ってた。韓国も行ったし、韓国から帰ってそのまま飲んでたよね、2丁目で。飲んだ、ね、飲んだよね。マジさあ、元気だったよ。本当ね、ありえない。なんでなの。あ、かわいい、めっちゃ。今はいっぱいなんかそんなに飲めなくなっちゃった。自粛で余計、うん、書いたの、なんだっけな、なんかあったな。あ、キュンとした話みたいな。そんなのある。なくない。ないでしょ。ないよね。でもなんか帰る時とかバイバイってした時にいつも気をつけて帰ってねって言ってくれるのは、うん、嬉しい。そう、優しい。本当、うん、普通じゃねそれ。いや、なんかなかなかそんなさ言わなくて。え、そうなの、うん、だって怖いじゃん夜。もうなんか息止めるもん、うん、たまに。それもやばい。え、嘘。暗い道とか息止めて、うん、なんか歩く。でも酔っ払ってると無敵だから。そうなんだよ、ね、なんか余裕なんだけど、うん、でもなんか何もないと
怖いから息止めてる。歌歌って帰れないよとか言った気が。あ、そうだよ、覚えてね。そうそう、確かにそれは実践してなかったもん。しよう。でもさ、本当に酔っ払った時しか歌わないよね。うん、そうね。なんであんなに強くでカラオケ行ったことなくない？ないかも、ね、なんで酔うとさ、あんなにさ、うん、しかも闇ソンばっかり。そうそうそう、なんかいつもさ、泣きながら歌ってた。歌ってたよ、謎に。あれなんなの？別に病んでないのに。あれなんなの？飲んでさ、潰れる寸前でなんか闇ソン入れてたよね。入れてた。あれなんなんだろう、なんなんだろうね。最初はね、AKB とか。そうそうそう、おたげとかしてるね。知ってた、知ってた、ね、その動画もあるよ。え、ウケる、うん、超アイドルみたいな。そう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 、歌ってからの闇ソン。え、なんなんだろうね。ももクロとかもめっちゃ歌ってた。そうだよね、歌ってた。じゃあじゃあ、めっちゃ可愛いんだよ、このね、顔を出せないのがもったいない。みんな、そうか、想像をかきたたせる。それか、ソソにネイルしに来ればいい。そうですね、てか女の子とか、ね、上手だよ、めっちゃ。韓国がここで働いてる2人が好きだから、韓国系のね、うん、音楽がいつも流れてる。永遠に韓国語。そう、あと流行りのやつとか超敏感だから、そういうのやってくれるし。そうね、どう見て、よって。え、めっちゃ可愛い、見て。めっちゃ可愛い。キラキラ。こうやってやっと動く。キラキラ、え、こうやって、そうそうそう。え、何が動くの、何が動くのよ。なんか、あ、そんな動く、え、すごくない、わかんのこれ、わかる、わかんのこれ、なん、え、すごい、どう、はい、ありがとう、かわいい、めっちゃ、はい、こんな感じで、もうちょっとコーティングなので終わり。以上、プライベートでした。よかったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてあのネイルをする方はぜひソソに遊びに来てください。バイバーイ。